川端です。よろしくお願いします。今回はですね、熊本マリスト学園高校の問題。直角二等辺三角形 ABC があって、斜辺の長さがね8ということは分かっています。また三角形 CD も直角二等辺三角形で、 D はこの AB 上にあるよと。でその時にですね、この四角形 AECD の面積を求めなさいという問題です。この問題はですね、あることに気づけばさらっと解くことができるんですけども、なかなかねちょっとね、気づきにくいポイントが一つあります。でこの問題、直角二等辺三角形が2個ありますよね。で同じ形が2個ある問題はですね、合同な三角形を見つけるっていうのがポイントになります。もう一度言いますよ、同じ形が2個だと合同な三角形が出てくるよってことですね。これぜひ覚えてください。この問題、実は合同な三角形ここにあります。三角形 CBD、 CDB、 この三角形ですね。この三角形と三角形ですね、ここの CEA、 これがですね合同なんですね。三角形 CDB と三角形 CEA、 これが合同に実はなってます。なんで合同になるか確認していきましょうか。まず CD と CE はこれ直角二等辺三角形だから等しいと、 CD と CE が等しいですよと。でまた AC と BC も等しいですね。 AC と BC も等しいと。で今これ2辺と、2辺は言えることができたので、あとはその間の角が等しいってことを言えればいいわけですけども、ここのその間の角の部分ですが、例えば、ここの角をちょっと丸として、ここの角をバツとしましょう。そうすると丸とバツ足したら90度ですね。でまたここバツだったらここも 丸になりますよね。ここ90度だからここバツだったら丸、したがってここの角 ACE と、この角 ACE と、角 BCD、 これが等しいわけですね。ということでこの3つの条件から2辺とその間の角がそれぞれ等しいから合同という具合になります。したがってですね、この赤い四角形 AECD なんですけども、この三角形 AEC のところですね、ここの部分をですね、すっぽりこっち側に持っていくことができるんですよ。この三角形をですね、すっぽりこっち側に持っていくことができます。つまり今求めたいこの四角形 AECD の面積は、これはですね、まずそもそもここで切って三角形この CEA と三角形 CDA に分けることができるわけですけども、この赤い四角形はね、ここで切ってね。だけどこの三角形 CA っていうのは、今言ったように三角形 CDB と合同だから、ここ三角形 CDB と三角形 CDA を足したもの、ここがここに変わるわけだから、これ足すこれ、つまりこれとこれ足したものって何ですか？三角形 ACB、 つまり直角二等辺三角形ですよね。つまりこの四角形の面積を求めるってことは、この三角形の面積を求めることと等しくなるわけですよ。よってこの三角形 ABC、 この直角二等辺三角形、今斜辺が8と分かってます、ね、その時のこの直角三角形の面積を求めればいいという具合になるわけですね。はい、そしたらこの直角二等辺三角形はすぐ求めることできますよね。まあ、求め方は大きく分けて、まあ、3つぐらいあるんですけども、まずは、三平方の定理を使うならば、ここ45度なので、1対1対ルート2ということなので、1対1対ルート2を使えば、ここの BC の長さ、また AC の長さ、それぞれ、1対ルート2だから 8× ルート2分の1で、ルート2が1になるときはルート2分の1倍。これを計算して、ルート2分の8で、有理化して約分すると4ルート2という具合に出ます。ここが4ルート2と出ると、したがってこっちも4ルート2になるので4ルート2、4ルート2なので
この面積は4ルート2かける4ルート2かける2分の1で、そうするとルート2とルート2かけて2で約分して16と出すことができますし、まあ、別にですね三平方の定理を知らなくてもこの1対1対ルート2ね、ルート習ってないよっていう人もね、これ小学生でも解くことができます。これね、ここ8ですけれども、ここ今ね45度だよね。でここをね底辺として考えるわけ。そしたらここ高さね、ここに垂線ピッと引っ張ればいいわけです。そうするとここも45、45、90度で、こことここと中で等しいですね。でもちろんここも45度なので45、45、90度、ここも直角二等辺三角形なので、こっからこと、こっからこと等しいです。つまりこの点っていうのはね、ここの中点になるわけだから、この AB のね真ん中の点になるよってことなので、ここ4で出るので、こう高さも4なんですね。したがって 8×4×1/2 という形で出すこともできます。まあ、もちろんね、やり方としてはここになんかこう作ってですね、正方形にして、正方形はひし形だからって言って、対角線かける対角線かける2分の1ってやって、 8×8×1/2 でこのね正方形を求めて、でさらにこれを半分にすればいいよっていうふうにして考えて16と出してもいいです。まあ、いろいろやり方があるわけですけどね、このようにして求めることができる問題だったということですね。ちなみにですけども、このね実践入試はですね、実はですね、この三角形とこの三角形ね合同であることを証明しなさいって前の問題にあります。でその上で、この面積を求めなさいっていう問題になっているので、まあ、誘導になっていて解ける問題だったんですけども、まあ、僕の視聴者さんはですね、結構手強い方が多いので、このね誘導なくてもね、解いてしまう人がねいたんじゃないかなというふうに思います。できた人はですね、自信持っていいんじゃないかなというふうに思います。以上で解説終わります。では。